耳で読む。七次元よりの使者、大霊感。15。水星、新人類王国の夢。2。危機物語。日本近海、北緯30度、屋久島と奄美大島の中間にトカラ列島が散在している。今から、5000年前、それまで、この辺一帯は九州と陸続きであったが、火山の大爆発で一瞬のうちに海底深く沈んでしまった。卑弥呼は何代にも受け継がれてきているのです。トカラ列島のある島にて、乙姫と大通知青年が夜の海を眺めながら寄り添って話をしていた。この辺一帯の大陸が沈む前に、一人の王子と三人の姫、多くの人々を北東の地へ向けて移動させ、卑弥呼は一人残って火山の大爆発とともに大陸もろとも海底深く沈んだのです。卑弥呼は自分の過去の秘密を知って虚しい気持ちになってしまったからです。人々は邪馬台国と騒いでいますが、中国の歴史書では邪馬国、それさえ不確実なのに邪馬台国と政略のために書き直してしまう。それが日本人の文化なのです。何にしても、知恵もないのに知恵ぶる。そんなことをしなくても、ほら、宝貝をこうして耳に当て、波の音を聞けば、そんな悲しい歌が聞こえてくるでしょう。聞こえ、扇右矢。折れて、遊び弱れば、手逃がした。平らげて血弱れ。と読む、背高子が。処理森ぐすく。まだ守りぐすく。乙姫は、夜の海に向かって美しく歌い出した。すると、まるでその歌に合わせるようにして、海のあちこちで小さな光が踊っていた。美しいね、あなたの歌に合わせているようだ。海の心を理解すれば、誰にでもできることですわ。海の中に住む生命は、人間や動物と少しも本質的には変わらないのです。人々は、魚や貝などそれらを下等生物とでも思っているのでしょうか。いいえ、海の生物こそ地球に最初にやってきた生命の親ともいえる英知の輝きを最初の状態で保存している生命体なのです。私は海を愛しています。そして海から愛されたいのです。海を通して創造神を見つめ、その心が私を創造神の姿に似せてきたのです。今、あの無数の光の生命も、私とハーモニーすることによって、霊的に進化しようとするのです。もし、人々が、創造神の心を忘れたなら、再び海に戻るのです。竜宮は、そういう人たちのためにあるのです。それが、ムーの秘宝です。地球が本来の、あるべき姿なのです。しかし、天界人は、次々と地球を訪れ、それなりの世界を作り上げてしまったのです。人類は、初めは中世でした。それは、神の時代と呼ばれていた時代を意味していました。確かに、創造神の一部分である間は神として振る舞えたでしょう。ムーの時代は、創造神について知ろうとはしなかったものです。なぜなら、知ろうとしたり理解しようとすれば、いずれは、自ら創造神に近づいたと思ったり、創造神の真似をしたりするからです。このムーの時代に、良き人霊は、つまり、創造神の心を得て知恵を授かって人霊となった生物体は、華厳の道を登り始めたのです。聖なる蓮の花はムー国の象徴です。つまり、華厳の道とは、自らの蓮。あなた様はお分かりになると思いますが、霊的な7つのチャクラを開かせることであり、その一番上にある紫色をした千枚の蓮の花で象徴されるサハスララチャクラを開かした境地がヴィルシャナの世界で、そこで下脱するとヴィルシャナ仏とも華厳仏とも言われるのです。ブラックホール星から考えれば、地球は第7番目、つまり下から数えて7番目のチャクラに対応しますね。つまり地球はヴィルシャナと縁のある星ということで、冥王星から太陽に向かって、それは、釈迦の仏法も、火の国に向かって、日本にて、奈良の大仏、つまり、東大寺のヴィルシャナ仏が建てられましたね。そうです。地球から、強いて言えば、日本から、ヴィルシャナの世界へ行くのです。
それがムー人の悲願であり、それがムーの秘宝なのです。今から、あなた様を、そのムーの秘宝にご案内しましょう。乙姫は、そう言うと、立ち上がって海に向かい、テレパシーを額に当てた宝貝を通して発信すると、突然に、海中から、淡い青紫色の光に包まれた円盤が浮上してきた。これに乗って、竜宮城と人々に呼ばれた海底王国に行きましょう。大通知青年は、その円盤に乙姫に誘われるまま近づくと、体全体に、非常に大きな電気を帯び始めているのを感じた。体に、強い人体磁場を持っていないと、体の中のエネルギーが、一瞬のうちにマイナスに消費されて身動きできなくなり、しばらくは虚脱状態になっているでしょう。大通知青年はやや微笑みながら、私は地球一つの大きな磁場の歪みを支えたことがありますから、このくらいはなんとか。知っていますよ。あなたが、それで非常にお苦しみになったことを。でも、人々は依然として愚かに生き続けている。でも、太陽系から、さらに、外側の宇宙の一つの危険は救われました。彼らは、私が、何であるかを、その件によって知り始めたことは幸いです。私は、この地球に来て、仏教を学び得ました。今回の事件で、金星の王に、仏教を学び、菩薩行をするように申し入れました。地球という仮の城が、法華経、比喩本に説かれるように、今にも崩れ、夜叉、悪鬼、もろもろの悪が充満し、地も水も浮上となって、その中で、人々は、幼稚な戯れに執着して、それを知らず、ついに、大火起きて焼かれなんとするときに、衆生を憐れみ、三つの乗り物を示して、最後の救いを行うことが説かれていますが、これは、土星、木星、金星の円盤とも言えるし、さらに広く言えば、天上界の乗り物と地下王国の乗り物、そして、大通知青年は、いたずらっぽい目で乙姫を見つめた。そうね、考えておくわ。円盤に乗ってから、この話の続きをしましょう。円盤は、乙姫と大通知青年を乗せると、静かに、海の中に潜航し始め、やがて青みがかった金色の光に輝いた、巨大な竜頭の形を持った円筒形の母船の中に、音もなく入っていた。乙姫と大通知青年が円盤から降りると、乙姫の側近らしき人たちが数人出迎えていた。その中に、アフミと呼ばれていた女が混じっていた。大通知青年は、彼女を見るなり声をかけたが、彼女はただ一礼するだけであった。彼女は、すでに地球上での記憶を失いかけています。なぜなら、彼女の今まで生きてきた時間からすれば、地球上でのアフミと呼ばれた生活時間は一瞬のようなものです。それに、彼女は、その時代をそれほど良かったと思っていません。いいえ、それどころか苦しみだらけでした。知る自体が、人生にマイナスになり、価値なる苦しみは、どこにもないと諦めていましたからね。では、私のことも。ええ、本当に救われた時は、一体何によって誰によってかを知らないものです。自分で自分を本当に救わない限り因果法はわからないものです。でも彼女はアフミの時代の記憶を持っていた最後の時に創造神によって救われたとつぶやいた途端、過去の時代とつながり、今未来に生きようとしているのです。だから私にとってあなたの力によって助かったと思っているのです。私は、アフミさんのことであなたに感謝していますわ。でも、あなたは、今の彼女として、初めて付き合うべきですわ。このことは、私とあなただけが知っていることに、とどめておきましょう。ははは、私は、そんなにこだわってはいませんよ。でも、彼女は、日本語をまだ知っていますか？いいえ、彼女の心は、ムーの頃に戻ってしまって、日本時代の記憶を薄らいでいます。でも、それでいいのです。彼女は、ムーの時代から未来へ行こうとしているのですから。私は、彼女の幻を愛していたようですね。あなたのように永遠に連続して生きている方とは違いますが。
アフミさんは、今は、あなたの心の中にだけに生きているのです。あなたと共に。アフミさんは、後に、そう、未来の今日と言いましょうか、と卒点から弥勒のように救世主として降りることでしょう。あなたが助けたように。大通知青年は、乙姫の目に北欧の夏の太陽のような、微笑みをかけた。二人は、そのまま、乙姫の部屋に入っていった。そのすぐ後を、一人の気品ある女が、乙姫の部屋に入ってきた。女王様、水星に行く準備が整いました。地球の磁場は、急激に不安定になり始めて、脱出のタイミングを誤りますと、大変なことになります。今すぐ、ご命令を。わかりました。命令を、今、出しましょう。全員に知らせなさい。女王の広場に、1時間以内に集合するようにと。はい、女王様。今から、1時間以内に全員を集合させるよう指示いたします。女は、乙姫に深く一礼すると、すぐに部屋の外に出て行った。何を話したのですか？水星に行く話です。あなたが想像した水星に、私と共に参りましょう。今は、やっと地も安定して、第二状態の人類にとって、製造するのにちょうど良い状態なのです。この母船でですか？ええ、この母船こそ、竜の船と呼ばれたムーの秘宝なのです。この船の中は、五次元体、つまり、アートマン以外のものは乗れません。この竜の船は、未来という世界に行けるのです。ムー時代の後半以降は、単なる過去現象の繰り返しにしか過ぎないのです。そこには、生命の喜びはありません。ただ、加速度的に苦しみを増すのみです。そして、人々は、ただ、時間の奴隷の中にいるだけです。水星に行くのは構わないが、まだ地球でしなければならないことがある。あなたは、なぜ、そんなに地球にこだわるのですか？あの世界は、宇宙の牢屋というところなのですよ。彼らたちは、商法非暴と最も、大きな悪を行い、生命の座を下ろされ、空の真理を知らずして、梵天の世界から下ろされ、創造神に対抗して天上天国から追放され、釈迦の慈悲も知らずして徒卒を追われ、閻魔との約束も破って、山の利法を失い、天界から、さらに地獄界に落ちる。そのような人たちがゆえに、あなたは、地球上において、あられもない非暴と恩をあだで返されるという、その繰り返しの連続の日々。なんであなた様のような方が、そんなに苦しみなされるのやら。私は知っていますよ。あなたは、地球に来るとき、いきなり、地球の核に入られたこと。そこは、アートマンでも、相当の修行をした聖者でも入れぬところ、そのあなた様が、なぜ、そんな愚かな人と付き合うのですか？それは、私の目的があるからです。地球は、牢屋ではなく、構成の場です。すでに、上古天使は降りているために、正しい浄化を教える必要もある。私が苦しまざるを得なかったのは、私が弥勒と間違えられて、魔法人たちに難を受けたこと、それに、ダイバダッタを悟らせ、カーリ神を改心させること。一連承認の願いによって、彼の信者を導くこと、特に、教信者と言われた金吾という方は、我見の強い人だった。八幡の神は、当時の日本国民を、冥界で、今日の信者になることを約束させたのだが、彼らには、その意味で、かえって問題があった。私は、彼らの秘密を知っているが、述べる時に、まだ至っていない。ただ、商法というものは、そんな個人的で限られた時間と空間と人々の中にあるものではないということです。私は、知っていて、覚悟して生きてきたのですが、予想以上にそれがきつかったこと。そして、意外なところに心ある人たちもいたこと。知恵の王者だけに、その知るところと逆に行動して、人々の苦しみを味わい、そこからどう脱するかをあえて体験したからとも言える。法華経で説く釈尊の心は、そうした菩薩道だということです。その心なくして法華経の釈尊には出会えない、そういう意味で、人々は、多かれ少なかれ、私の後を同じようにして歩まなければならないために、私は、法華経の釈尊に出会う必要があったのです。
それで出会いましたの？すでに出会いました。それから、あと、私は、創造神として再び戻るというより、人間として、最高表現体として永遠に生きていこうとしているのですが、まだ、地球に問題を残しているのです。魅力ですか？彼、いいえ、あなたの前では女でしょうけれども、魅力が仏になるまでに、七つの星座の難があるものね。そう、特に、台場だったと。私でしょうね。ははははは、あなたは物分かりが早いですね。私は、あなたが、何のために来られたか知っています。だから、自ら進んで、あなたに、この身を与えようとしているのです。もちろん、それによって、自ら、魅力に、この地球を明け渡すことになるでしょう。でも、なぜ、あなたは、この気持ちを理解しないで、なぜ、私を女にしてくれなかったのですか？あなたは、竹地財天の女、支天、33天までは地球人と同じですが、山天においては、男と女の性はあっても、性液は出ず、風のみ。徒卒からは性行為はなく、抱き合うことによって快楽を得る。気楽天は、触れ合い、微笑み合うことによって快楽を得、竹地財天は見つめ合うことによってという。私が、あなたを女にすれば、あなたは山天に落ちるだろう。釈迦は禁欲主義者ではなく、人々が山天まで滅びるため、何とかして徒卒天に行く方法を聞くために、その者たちにはセックスを禁じたのです。だから、あなたが、もし山天に落ちて、輪廻の波に遭い、地球と共に滅びてしまうなら、罪なことをしてしまうからです。あなたは、生きていることの意味をご存知でしょうか？夜空の星は、時として花火のように、一瞬のために身を焼かしてしまうこともあるのです。私は何のために今まで生きてきたのか。あなたが人間であり、男として表現されているなら、私は、女として創造神に愛されることが何の不合理でしょう。それによって、イエスと同じ道を歩もうと構いませぬ。イエスは、人々に、神への愛、キリストを作られた久遠の主への愛を説きましたが、父なる神から、人々と同じように思われることは、望んではいませんでした。だって、人々と違うところに、イエスの存在感があるし、人々から神として崇められようと、偉大な人と賛美を受けようと、イエスにとって父なる神から愛されることの方が、どんなに幸福か、それこそが、イエスの説いた愛の証なのです。もし、そのことで、父なる神が人として現れたなら、その時、人は救われるのです。死霊の支配から人は解放されるのです。イエスとしても、人として父なる。乙姫の話の途中で、一人の従者が慌てて、部屋の中に入ってきた。女王様、地球のバランスは急激に狂い始めました。全員、女王の広場に集まっております。それで、彗星との共鳴磁場は、何度の計算なのです？はい、彗星との共鳴磁場は、位相33度の計算ですが、地球の地軸は、現在28度をぶれて、歪みを持ち始めました。非常に危険な状態です。バランスシートをかける必要があります。わかりました。磁場を安定するために、バランスシートをかけ、彗星と共鳴磁場を起こすまで、磁性エネルギーを放出しなさい。私は、今から、女王の広場に行きます。乙姫は、大通知青年を案内して、女王の広場に向かった。地下王国のエネルギーバランスが崩れている。今のうちに成功させなければ。乙姫は、そう考えながら、女王の広場に出た。だが、大通知青年がそこで見たものは、ただ不思議な光景としか言いようのないものだった。いよいよ、創造神と共に待ちに待った彗星に出発する。聞き慣れない歓声の叫びが一斉に上がった。地球は今、様々な思惑を乗せ、不安定のまま、未知なる世界に出航し始めたのである。それは、どこに、